こんにちは、ユーカウスです。新しいピックをゲットしましたので紹介しますね。それがこちらです。アイバニーズの EL8ST10 ソフトの 1.0mm というおにぎり型のピックですね。実は結構買いだめしたんですけれども、今までユーカウスはいろんなピック使ってきました。率直に言いますけど、これが一番いいですね。これが一番良かったです。使いやすいですし、 いい音で弾けますウクレレで使うピックとしては最強じゃないかなというふうに思いますねちょっと音出ししてますね指ですと指の方がまろやかなんですけれども 弾にもよよるんですよね。私、ロックっぽい、こう、激しいストロークをしちゃいがちなので、撫でるように弾いてあげれば、こんな風に柔らかい音も出せると。で激しく弾いてあげれば、こんな感じでロックっぽい音も出せるということで、 メローな音から激しい音まで万能で弾きやすいウクレレ向きのピック。アイバリーズの EL8ST10 ソフト1.0ミリトでこのピックの特徴はこの4点になります。順に紹介していきたいと思いますけれども、これエラストマーっていう素材なんですね。デュポンとトーレが共同開発した素材で、 アイバニーズが割とと独占的ににピックに使用してると思いる思ますなのでエラストマーピックっていうとアイバニーズのピックになるんですけれどもこれゴムっぽい素材なんですよね触った感じあれこれゴムなのっていうような触り心地の素材ですなので柔らかい分ソフトな音色が出せるソフトな音色っていうことではキアヤ,ヤさんのねこのフェーマスの革のピックもありますけど革のピックは使ってるうちにこう腰がなくなってくるんですよねこう 戻る力、反発力っていうんですかね。曲がったら曲がりっぱなしになっちゃうっていうようなこともあって、まあこういうの腰がないっていうんですけども、エラストマピックはですね、もう10代の若者並みの腰がありますんでね。で、弦を弾いた時にですね、腰がないせいで、出音がもたつく感覚があります。もう一瞬遅れて音が出てくるような感じ。要するに演奏が難しいんですよ。 慣れてくればデオ、えー、音がもたつくっていう前提でストロークをちょっと調整したりできるので弾けるんですけども、いずれにしろ慣れが必要なピックですで。こちらのエラストマーのピックはですね、柔らかいんですけれども先ほど申し上げたようにコシのある素材なのでしっかり弦を弾くことができます。これ一つでバラードのようなスローなソロも弾けますし、カッティングもできればロックも余裕で弾けますということですね。 ついでに言うと、これ、ウクレレだけではなくてですね、もともと、あの、ギター用のピックなので、当然、アコギやエレキでも使えます。例えば、これ、普通のギター用のピックなんですけれども、普通のギター用のピックって硬い素材なので、弦に当たった時にピッキングノイズが出やすいんですよね。カチャカチャとか、ペチペチとかで。エラストマーピックは、えー、柔らかいので、ピッキングノイズがなくなります。ユークアースとしてお勧めしたいのは、エラストマーのソフト1ミリ。 あるいは 1.2mm のピックがクエリにすごく合います。それとエラストマーという素材はですね、柔らかいくせに丈夫なんですよ。ほとんど削れません。ユークアースが普段使っているピックなんですけれども、これもアイバニーズのエラストマーのソフトで、EL14ST10 の 1.0mm というモデルです。ティアドロップ型のモデルになりますね。こういうね、弦を引く場所が1箇所だけという。こちら側が5年もの。 こちらが4年ものになります。相当年季が入ってますけども、手に馴染んでますね、かなりね。これの新品がびっくりしますよ。色が全然違う <laughs>。新品だとこういう乳白色なんですけども、使っていくとだん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 こう色あせてくる。ただ5年経ってもですね、ピックの先っちょはもうほとんど削れてません。これであのエレキギターも弾いたりするんで、相当使い込んでます。でも減らないです。おそらくですね、エラストマピック1回買ったらなくさない限りは一生ものだと思います。 ということで U クアスは今までこの EL14ST10 っていうティアドロップ型のピックを5年以上愛用してますけれどもまあデメリットもあるんですよねそれはですね弦を引く場所が1か所しかないっていうことです今日ご紹介してるこのピックおにぎり型はですね弦を引く箇所が3か所あるんですよこれどこで引いてもいいんですねまあこれが大きな違いっていうことになりますここで引いてもいいんですけども引けなくはないんですけどもまあまあ引かないですよ 私自身はもうとっくに慣れちゃったので、この一箇所しかポイントがないっていうのは不便っていうにはあまり感じてないんですけれども、このピックを使い始めた時にはかなり苦労しました。演奏中にですね、だん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 こうピックの先がくるくるっと回っていっちゃうわけですよ。うん、よそ向いちゃうんですよね。弾き語りをしながら、あずれてきた、どこで持ち替えようかななんてのを考えつつ演奏するっていうのがですね、すごくストレスでしたね。このアイバニーズの EL8ST10。 こちらおにぎり型ですので、この3つある頂点どこ使っても演奏できます。ピックがずれても持ち直すの楽なんですよね。アコースティックギターの弾き語りプレイヤーも圧倒的におにぎり型ピックの使用率が高いという,うに言われてますね。伴奏そのものに余計な意識を向けずに弾き語りができる、歌えるのがおにぎり型のメリットなんです。うん、そんなにいいとこだらけだったら最初からこれ使ったらいいじゃんっていうふうにお感じになる方もおいでだと思います。 その理由がこれですね。実は私自身、つい最近までですね、この型番のピックの存在知らなかったんです。で、これ日本のアイバニーズのホームページなんですけれども、日本では EL8ST10 のソフト1 0 m、mm、m っていうピックは扱ってないんですよね。じゃあ何なんだこれって話なんですけども、これ欧州、ヨーロッパですね。ヨーロッパ1000倍モデルだそうです。 アイバリーズに問い合わせ見たんですけれども、日本で販売する予定はないっていうことでした。なので私自身、ヨーロッパの楽器店のホームページをパッと覗いた時にこれが売られてるのを見て、あれ何このエラストマピック新しいの出たのかなっていうことでいろいろ調べたんですけど、結果的に日本では売ってないってことがわかりまして、悲しい気持ちと悩ましい気持ちで複雑な感情でしたね。 最初、eBay に出品している方から個人輸入しようと考えてたんですけれども、ヨーロッパからの送料が結構かかるわけですよ。35ユーロドやフレンドって言われるわけですよ。35ユーロっていくらだろうと計算したらですね、あの、5000円ですよ。1枚数百円のピックを買うのに、送料5000円払うっていうと、ちょっといくら物好きのユーハウスとはいえ、ちょっと払えないなと。あれと。ちょっと待てよと。もしかして、アリ特急で売ったりとかしてない ということで、念のためですね、キーワードで検索したんですよね。そしたらビンゴで、ってわけですよ。ありかな、こういうの打つと。まあ、待てよ、これ、偽物の線もあるかもしんねえなと。まあ、そういう考えもなくはなかったんですけども、そもそもピックって1個100円とか200円なんですけども、そんな単価の安い商品で偽物作ってもメリットないので、とりあえず買ってみるかっていうことで、10個買ってみたわけですね。そしたらもう、あの、大当たりで、本物が届いたということですね。 ちょっとあの、どのぐらいの価格で買えたのかっていうのを載せておこうと思います。為替レートとかね、いろいろ変わってくると値段も変わるので、あくまで参考なんですけれども、1枚201円のものを10枚。で、送料が520円かかりました。で、注文したのが1月17日で、荷物が届いたのが26日ということなので、9日間で届いてますよね。送料520円が高いのか安いのかってことなんですけれども、 アイバニーズのピック、渋谷で売ってるとするじゃないですか。電車賃で520円ぐらいはかかっちゃうわけですよ、余裕で。アリ特急の520円の送料も全然高くないな、というふうに思うわけですね。ということで、このピックが欲しい方は、アリ特急からゲットしてください。説明欄に商品の URL を載せておきますね。ただし、欧州1000倍モデルがアリ特急で売られている理由っていうのはですね、謎のままなので、買えるうちに買っておくのが良いかと思います。 ユーカースはもう10枚買ってあるので、当分お腹いっぱいですね。これ多分一生分ぐらいはあると思います。エラストマーピックはですね、さっきも申し上げましたように、あの、非常に丈夫で、削れないんですよね。なので、鉄弦のギターを弾いても消耗しませんので、これなくさない限りは何年でも使えます。ちなみにこれが私のエラストマーピックのコレクションです。もうほぼ全部あります。ハードの方はね、あの、何個か買って試してみて、ウクレレ向きじゃないんで、 もう買い足すのやめたんですけども、おすすめはダントツでおにぎりソフトの1.0ミリですねで。他のピックは日本のショップで扱ってますんで、見かけたら一つ買ってみて試してみるのがいいと思います。なおですね、私が思うに、自分の機材は誰かの押し付けじゃなくて、自分自身で試行錯誤して吟味されるべきだと思いますので、皆さんの波乱万丈なピックの旅を応援したいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。動画気に入っていただけたら、高評価ボタン。 コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。